生命仙台支店の男性社員が架空の保険を契約させるなどの手口で顧客2人から合わせて250万円を騙し取っていたことが分かりましたかんぽ生命仙台支店若林郵便局の20代の男性社員は今年し7月から先月にかけて架空の氷回りの保険を契約させたり契約済みの保険の保険料を前払いさせたりする手口で 顧客2人から合わせて250万円を騙し取っていました架空の保険を契約した顧客が年20%という高い利回りに疑問に思い郵便局に問い合わせて不正が発覚しました男性社員は自分で作成した領収書を渡し現金を受け取っていてかんぽ生命の聞き取り調査に対し騙し取った金は 有供費や借金の返済に当てたと話しているということですかんぽ生命は今月9日に男性社員を刑事告発した上で機能付けで懲戒解雇しましたかんぽ生命は全力を挙げて再発防止に努めるとしています